優勝ですね。さあ、それでは高井さん、インタビューお願いします。事故が明日に向けてお願いいたします。やっぱりみんなが元気になるようなプレーをしたいなと思いますけど、僕のやっぱり役目は明日やっぱりラモスさん密着マークすることですよね。はい、ラモスさんのマークですか。はい、ラモスさん、体作ってきてるみたいなので、めちゃめちゃコンディションいいみたいなので、ちょっときっちりマークしたいなと。はい、じゃあ、ラモスさんにはね、ゆっくり聞きましょうね。はい、ラモスさんお願いいたします。はい、ではまあ明日ですね、試合ピッチに立つんですけれども、日本人でアントラーズの海では、最長老ということになりました。まあ時の経つのも早いんですけれども、明日、とにかく昔の仲間たちとボールを蹴れることとても楽しみにしてますし、いいプレーを皆さんに、見せたいと思います。頑張りますのでよろしくお願いします。明日は、スマイルアゲイン。いつも笑ってるんで、もっとスマイルモアということで、もっと笑顔を見せながらプレーできればなと思ってます。精一杯頑張ります。応援してください。どうもこんばんは。はじめまして、米山と申します。僕自身はまだ引退はしてないんですが、現在所属もないということもありまして、なんか一役変えればと思って、お声掛けをいただき、こちらの方に来させていただきました。一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。あとはコーチとしての石井です。さっき本田も言ってましたけど、本田がもし抜かれた場合に僕がすぐ行けるように、準備してラモンさんを攻撃を阻止したいと思います。明日も頑張りますので、よろしくお願いします。ではラモスさんにお話を伺いたいと思います。体を作られたそうですが、本当ですか。はい、一生懸命皆さんのまた自分のいいプレイヤーが見せたいなと思って、一生懸命内緒で、体を作りました。明日アントラーズレジェンズ、誰と個人的には対戦したいですか。いや別にね、この最大の素晴らしいイベントが本当に呼んでいただいただけで本当に光栄に思ってますけど、まあ現役の時ね、一番ライブラブリーのホンダだったから、明日も最近ホンダもね、結構夜がマンツーマンで、私カラオケでマンツーマンですよ。私歌うと必ず次の曲が入れるんだもんね。なんか怪しいね、俺歌うと必ずホンダ歌うんですよ。それを前その切ってみたら、やっぱりラムスさんの後歌いやすいから、あの人入れてるんですよ。ふざけてるの、いい加減ですよ。本当に明日は本当に皆さん、ぜひ遊びに来ていただければ嬉しいなと思います。我々は本当に今一番、多分会場にいらっしゃる皆さんが、それぞれの心の中に早く東北の皆さんの笑顔が取り戻すことじゃないかなと思いますけど、この今回のテーマも抜群でね、スマイルアゲイン、誰よりも私たちが本当に願っていると思います。早く東北の皆さんに明るい未来へ、そして、笑顔が取り戻せるように、早く明日のプレーヤーもそれ響けるように一生懸命頑張りたいなと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして江戸川選手どうしました。いきなり順番が来たら隠れちゃいましたが、一言お願いします。みんなこんばんは。よく応援してください。そのモルトコンベントで essere oggi qui e domani nella partita. Speriamo fare grandi cose e un futuro migliore per quelli danneggiati per gli eventi del 15 di marzo.ここにいることを、そして、明日試合に出ることを私すごく、光栄に思っております。震災に遭われた方々にとって、より良い未来がありますように、頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございます。ありがとうございます。秋田さんがとても対戦を楽しみにしておりました。そこの対戦も楽しみにしています。続きまして森平監督、
明日はトレーナーとして活躍されるわけですが、どんなプレーを見せてくれますか？こんばんは。皆さん、こんばんは。Eu quero dizer a vocês que nesses anos que eu tenho no Japão, eu tenho experimentado emoções muito grandes. Eu estou em Japão há muitos anos. Esse ano, especialmente, nesse início de temporada,Nós temos convivido com emoções que nos trouxeram alguns transtornos, mas acima de tudo, nos ensinaram muito a recomeçar. いろんな感動を覚えてきた中でも、今年はシーズンの初めから特別な1年の始まりだったのではないかなというふうに思います。シーズンの当初、甚大な災害、被害が日本の国内で起きました。そこでいろんな出来事の変化が起こってきました。それらをまた一つ新しくしていくためにも、私は頑張って皆様と共に行きたいなと、歩んでいきたいなというふうに思っております。